ハスコチャンネル。皆さんこんにちは、ハスコです。はい、今日なんですけど、じゃーん、いつもと車内が違います。今日なんですけど、ずっとね、車中泊してみたいなと思っていたこちら、ヤドカリで今日は車中泊していきたいと思います。金額と内装と実用性で素晴らしいキャンピングカーだなっていうことで、実際にちょっと車中泊したり紹介していけたらいいなと思います。早速、内装からちょっと見ていきたいと思います。はい、こちら今回車中泊していくのが、じゃーん、ヤドカリです。このシェルの中で車中泊ができるっていう感じで、まずシェルの中から見ていきたいと思います。では開けます。オープン。もう、いやー、もうデザインが本当に素敵です。ちょっと暗いので、早速電気をつけていきたいと思います。ここに外部電源をつなぐ場所がありますね。これが階段なので、階段を出します。電気がここか、よつこん、あ、ついた、よいしょ、おー、来ました。はい、こちらヤドカリのシェルになります。すごい落ち着く空間です。なんかおしゃれなカフェに来ているような気分になります。ハイゼトとこのヤドカリの外観的に、かっこいい車内を想像しがちだと思うんですけど、こう木、木材が使われていたり、こう白のホワイトのカラーと、あとこういう間接照明がめちゃめちゃおしゃれですよね。はい、というわけで早速ちょっと設備のね、紹介をしたいと思います。ハスコチャンネル。はい、というわけで、まずこうパッと入って、こちらに換気扇がついているのと、上に、間接照明があります。そしてここにですね、このシェルに登るためのはしごがここにはかかっていました。そして、はい、こちら棚ですね、収納スペースがあります。よいしょ、あ、こんな感じで車中泊だったりキャンプで使うものが入れれますね。この中にはポータブル電源がね、入れれるんじゃないかなと思います。ポータブル電源が今は入っていますね。テーブルかな、せーの、おー、テーブルになるんだ。すごく便利ですね。使わないときはこうやって収納して、でご飯食べたり何か作業をするときはこんな感じでテーブルにすることができます。はあ、素晴らしいです。なんかありますね。はい、そしてこちらも、お、
収納スペースですね。こうゴミとか入れるといいかもしれないですね。こちら運転席側の窓と、こちらも結構大きいですね。窓があります。ほにょん、せーの、わー涼しい、開いたよ、せーの、よいしょ、開いたー、わー涼しい、風が入ってきた、わー全然違う。というわけでこっちも窓かな。おお、こっちはちっちゃい窓ですね。こんな感じかな。あ、入ってきます。はい、続いてはベッド展開をしていきたいと思います。まず下ですけど、これはあ、こうですね。こう割ると、来ました。できました。ちょっと寝てみます。あ、全然余裕で寝れますね。広々です。私の目線だとこんな感じで、で上を見るとじゃーん、このやっぱ自然豊かなところに行くとこちらの窓から自然が見えたり、このね間接照明もいいですよね。それこの木の感じが落ち着くのと、このマットがね結構しっかりしてて、下もちゃんと平らなのですごい寝心地がいいですね。うん、あ、ここで十分寝れます。続いてはこちら上でも寝れるので上のベッド展開をしていきたいと思います。おー、そして板を置きます。おー、下に一人、上にも一人で二人寝れます。まあそもそも二人乗り用なので、まあ、2人以上はちょっと車中泊はできないと思うんですけど、十分ですね。ちょっと寝てみます。あ、腕が伸ばせます。じゃーん、これは夜になると星空とかが見えますね。足元はこんな感じです。結構余裕があります。両手を伸ばせるほどの広さがありますね。高さはこれぐらいあります。これぐらい。というわけでベッド展開もすごく楽でしたし、あのシェルの外見から想像できないぐらい広いです。高さがですね180センチあって意外と広いっていう感じです。なんか軽トラの中のシェルっていうことで狭い中で本当によく考えられていてすごく使いやすくて機能性も抜群でデザインセンスもすごい私の好みで、はい、めちゃめちゃ今日は快適に過ごせるんじゃないかなと思います。はい、というわけで内観はしっかり見れたので今から外観とあと運転席の方を見ていきたいと思います。はつこチャンネル。はい、というわけで続いては外観の見ていきたいと思います。こちらはですねダイハツのハイゼットカーゴの上にですね簡単に脱着可能なシェルが乗っています。
キャンピングカーの名前がヤードキャリーなんですけど、宿を運ぶというコンセプトのキャンピングカーになります。 FRP 製で200キロを下回る軽さになるので、荷台のね重さが結構感じなくて、断熱性とか遮音性にも優れていて、運転とかしやすいキャンピングカーになってます。まあカラーはこちらはですねカーキのカラーになるんですけど、他にもカラーはあるみたいですね。続いて運転席を見ていきたいと思います。はい、こんな感じで、ですねちょっと思ったのが、後ろがですね割と広くてスペースに余裕があります。なのでまあここにねちょっと荷物置けないんですけど、運転席と助手席の後ろのスペースに荷物を置くことができるかなと思います。まああとはですね普通のハイジェットカーゴの装備とまあ一緒かなと思うんですけど、思ったのがここのね後ろのスペースが、まあ先ほども言ったんですけど広いっていうのと、結構広いなと思いました。はい、荷物を詰め込んだので、じゃーん、はい、こんな感じで、今回はですねエアコンがついてないのでエアコンを持ってきたのと、こちらちょっとマットを持ってきました。そしてサーキュレーター扇風機も持ってきました。で今この中に今日のご飯だったりキャンププチキャンプの道具を入れています。こチャンネル。はい、というわけで早速、ブレイクタイムにしていきたいと思います。トライアルゴーというなんかところで美味しそうなケーキ屋さんがあって、そこでスイーツを購入したので食べていきたいと思います。あれ、なんか何これ、なんか水が出てるんだけど、システム的に、出てきた。暗くなってきました。ご飯を作っていきたいと思います。はつこチャンネル。カレーを作ります。あ、こんな感じかな。晴れ風初めて買ってみました。
乾杯。うん、お、え、壊した、え、あ、びっくりした。名前、お、カレーっぽくなってきたぞ。おはへー、いい感じにカレー、味噌煮カレーが完成しそうでーす。うん、あー、はい、今日なんですけど、サバの味噌煮カレーとナンを食べます。なんかね、ちょっとおしゃれじゃないんですけど、美味しいんじゃないかなと思います。いただきます。めっちゃ汗かいた。ちょっとね、熱くてね、器が持てないんですけど、はい、じゃあいただきます。うん、めっちゃ美味しい。うん、やっぱサバの味噌煮のコクとカレーのスパイスがすごいねマッチしてて、でチーズを入れたのでそれもまろやかになっていて美味しいです。うん、うまっ。お肉を入れてないんですけど、しっかりサバの味噌煮が食べ応えがあるので最高ですね。うーん、うーん、もちもち。簡単に作れるんですごくいいです。うーん。ごちそうさまでした。ちょっと汗かいたので温泉に入っていきたいと思います。はつこチャンネル。ベッドスタイルにできました。なんかちょっとついてるんだけど。はい、じゃあ寝ます。マットを敷いても全然余裕があるので、寝心地も良さそうです。はつこチャンネル。おはようございます。ごちそうさまでした。では返しに行ってきます。お家に帰ってきました。で、ちょっとお値段とか言ってなかったんですけど、今回私が乗ったのがハイゼットジャンボになるので、シェル本体のお値段が税込みで148万円だそうです。ちょっと実際に乗ったのは結構装飾品とかあって、純装備よりもいろいろちょっとおしゃれになっているので、お値段もちょっとすると思うんですけど、シンプルなタイプでも全然いいって
って思われる方は140万円で、購入できますし、あともうちょっと小さめの標準ボディっていうのもあるんですけど、そちらだったら税込みで 129.8 万円で購入できます。今言ったのは、シェル本体の値段なので、車両はついてないんですけど、新車でも中古車でも対応してますし、ハイジェット持ってるよっていう方であれば、もうそのまま上に乗せるだけでいいですし、持ってなくても中古車とかで探したりとか、もう全部セットでついてるものを購入できるので、その辺がこう自分でね選択できるっていうのもいいんじゃないかなと思います。頑張ってね200万円台で抑えることができるんじゃないかなと思います。シェルはね新品なので、はい、快適にね過ごせるんじゃないかなと思います。本当に今回思ったのが、シェルがあんまり大きく見えなくて、外パッと見たらちっちゃく見えたんですよ。なんですけど実際中に入ってみると、全然こう180センチあるので、私は立って広々こう移動できますし、横もね 1.9 メートルあるので本当に中が広いって思いました。一番私が魅力的に感じたところは、圧倒的なコスパと機能性とデザインです。キャンピングカーとかになると、最近って結構ハイテクになってきてて、すごいいろいろね家電とかもめちゃめちゃ置いてあったりとか、そういうのもねすごくいいんですけど、なんか今回実際車中泊してみて、ここの棚を下ろしたらテーブルになるとかで、ちょっと2段ベッドに上がったところにちょっと穴が開いてて、そこからこう夜窓からちょっと星が見れるとか、なんかちょっと秘密基地空間みたいなのをすごく感じて、落ち着く空間というかすごく良かったです。あるあるのキャンピングカーとはまた違って、一個一個細部がすごいこだわられていて、旅がね楽しくなるような車だなと思いました。はつこチャンネル、今回ね私が実際に見させていただいたのは、福岡の飯塚市にある旅ガレージさんなんですけど、この宿キャリーを実際作っているのは北海道なので、唯一デメリットを挙げるとしたら、その完成納車した時にもしこう届けてもらう時は移送費がちょっとするっていうことで、それがちょっとデメリットかなと思うんですけど、でも実際にこう福岡で納車されたお客様とかでも、送ってもらうんじゃなくて、自分がこう北海道に行ってで実際納車したヤドキャリーでこう北海道を回って、でそのままフェリーとかに乗って福岡まで帰ってくるっていう方とかもいらっしゃったので、そうやってね自分でこう楽しみながら思い出になるように取りに行くっていうのもありなのかなとは思います。というわけで、はい、また何かこう乗ってほしいなとかいうキャンピングカーのリクエスト等があればお待ちしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。